おはぴよ、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、君が死ね、多数決デスゲーム、続きやっていきたいと思います。前回、1階の探索をね、刑事さん、相棒の刑事さんとね、一緒に、してきたんですが、ホエミーの人形とか、そのホエミーが元々は人間で、その人形と入れ替わった説とか、あとはなんか誰か裏切り者の存在がいるんじゃないかっていうので、九太郎さんの名前が浮上したりだとか、あとはなんかホエミーと会話してた人物がいたからそれ誰なんだろうなとか、あと銀くんは無事なのかとかね、そういうところが心配ではあるんですけど、ここに戻ってきたのでもう一回探索しましょうってところですね。やっていきましょう。刑事さんのこのデビルモードのやついっぱい使ってった方がいいっぽいな。なんかこのね、ディスク関係結構拾えそうだから。他ここ移動できるとこないよね。オッケー、ロビー行きましょう。はい、ここには何もない。オッケー、一応他のとこも全部見とく。あ、九太郎さんいなくなってんね。チップ、傷つけたらまずいよな。どうやって取り出したら。そうだね。頭部を持って行って調べたいけど、バレたらさすがに警戒されるよね。銀が心配だし、先にモニタールームの監視システムを調べに行こう。いや、そうやってる間に多分チップ取られちゃうんじゃないかな。一体どうしたんだろうね。何があったんだろう。まあ何があったんだろうって、もう目の前に死体があったらそりゃやむでしょう。そんなとこにいたら多分もっと落ち込んじゃうよ。モニタールームの前に景品交換所。お、いなくなってる。どこ行ったんだあいつ、あのカニヒゲジジイ。ロビーじゃなくてモニタールーム来たけど、モニターの手前には複雑な割に簡単な機能しかない機械がある。どうしよう。機械の下を探る。適当にガチャガチャ触る。刑事さんに任せる。機械の下探ってみよう。足元を見るとコンピュータに様々な配線が接続されている。確か、青色の配線って言ってたね。繋げてみましょう。足元の青色の配線をコンピュータへ繋げた。おー、すげえ、いっぱい全部映ってる。当たり。だね。これが監視システム。銀はどこかに映ってないか。銀くん？銀くんを探すの巻？私こういう間違い探し、こんなパッパッパッパって切り替わられたらわかんないよ。どこだ銀くん？これか？誰かの寝室の前に人が立っている。あれは九太郎さん？部屋の主と会話してるのかな。これ、ソウさんとだね、多分ね。右上のモニターには気になるもの映ってない。嘘の間。うん、アリスさんの遺体と、トトノエルの残骸が今も残っている。アリスさん。なんか今映った？寝室で座り込んでいるレコさんが映っている。疲れ切ってるんだろうな。誰もいない寝室が映っている。私かっていうか、サラちゃんかケイジさんの部屋かな？あれ？この寝室、何か変だな。なんか変か？何が変なんだ？いや、わかんねえ、ここからだと。あ、なんかモニター？テレビがある。おーおーおー、えー、え？なんだ？どういうこと？あれは、三島先生の人工知能。え？あ？どういうこっちゃ？三島先生の人工知能壊れたと思ってたけど、なおちゃんの部屋にもう一個いたってこと？それとも、今回のメインゲームの時に、このもしもしボックスと一緒に設置されたってこと？え？なになんか、この三島先生大丈夫か？なんか、悪用されさ、この三島先生大丈夫かな？なんかさ、なおちゃんのことを、なんか利用しそうな顔してる気がするんだけど。いや、違ったらめちゃめちゃ失礼だな。偏見は良くない。戻りました。なおさん？本当に、これで良かったんでしょうか？
ええ、お疲れ様です、ナオさん。あなたの安全が守られてよかった。でもこれじゃ、あの人が。先生、私はどうしたら。ああ、ナオちゃん。その表情初めて見たけど、なんかもう、あれ？せっかくナオちゃん強くなったと思ったのに、また三島先生現れたことでもう依存しちゃった？私を信じるのです、ナオさん。あなたを守るために、奇跡的に私は復活したのですから。私の言葉通りに。ね？いや、ほらほらほら！やっぱり、やっぱこれ顔、見た目間違ってなかったわ。顔で判断しちゃってたけど、やっぱナオさんのことを利用しようとしてる顔してるもん、この三島先生。はい。さあ、にっこり笑って、明るいナオさんが、私は好きです。はい。素晴らしい。良い教え子を持ったものです。ええー。どう、なってる？まずいね。刑事さん、あの三島先生は一体、ナオさんの行動は変です。どっちも言いたい。あの三島先生は一体。あの三島先生は、一体。復活したって言ってたけど。もともとは、レコがここで破壊した人工知能だよね。難しい話だよね。人工知能ってデータ的な存在だから。敵さんがやろうと思えば、再生もコピーも自由なのかもしれない。そうなると、死ってよくわかんないよね。そんな。もっと恐ろしいのは、人格を都合よく作り変えることも可能かもしれない、ってことじゃないかな。なおちゃんの部屋にだけモニターがあるのも怪しいし、フロアマスターは何か企んでるのかも、ね。今回ちょっとなおちゃんがまた騒ぎを起こしそうですな。そんな、なおさん。ん？ああ、まだここはあと調べられるってことかな。左上のモニターを見ると、誰もいない寝室に壊れたボンゴが置いてある。はあ、アリスさんの寝室や！うえ！そうだよな。壊れちゃったんだもんな、ボンゴ。ってことはこれ、このデータで進んできたからってことなのかな。このアリスさんとレコさんのこの和解するかしないかのシーンがあったから壊れたボンゴ、ここに置いてあるってことでいいのか。え？うわ。あのボンゴは、アリスさんが景品交換所で手に入れたものだ。レコさんが壊した時より、少し修復されているように見える。大事に大事に壊したやつ全部拾い集めてしたって言ってたもんね、アリスさん。直して大切に取っておこうと思ってたんだろうな。いやーもう心が辛い。きっと、アリスさんは直そうとしたんだ。お互いの関係を修復するかのように。もう、レコさんが謝ることは叶わない。今は関係ない話だ。ここで止まっちゃダメ。これさ、アリスさんの部屋行って、ボンゴ回収して直してアリスさんからですって言って、レコちゃんに渡してあげたいよな。あとどこ、なんだ？そうだね。すべてのモニターをチェックしても、銀の姿はなかった。この監視システムは、3回しか映ってないんだ。そうね、さっきから切り替わる画面ずっと見てたけど、全部同じような、ここのフロア以外の部屋は映ってなかったもんね。やっぱり銀はまだ、1階に。まずい。誰かこっちに来る。え？ガシューだ。監視システムを切るよ。おや、お二人で一体何を？ん？野暮だね。甘いひとときだよ。
いやいや、ああ、これは失礼。本気にしてる。邪魔したついでに教えてよ。このモニターって全部、人工知能が入ってる？うん、その通りです。最初の試練を突破した候補者の人工知能が並んでいるのです。わかった。言っていいよ。続きをするから。さ。ちょっとさ、刑事さんさ、心を翻弄するの上手だよね。サラちゃんメロメロにならないの、すごいいいと思うわ。私だったらこれ多分もうメロメロですわ。もうね、サラちゃんの後ろで私多分もじもじして、サラちゃんの後ろに隠れてるから、これ。はい、ごゆるりと。さて、どうするか。最初の試練を突破した人たちの人工知能が並んでるって言ったよね。でも、ここにあるのは、1,2,3,4,5,6,7,8,9 でしょ？ 9 個したも、9個しかモニターないけど、あれ11人ぐらいいたよね？最初の試練乗り越えた人たち11人ぐらいいたはずなんだけどな。そしてあと、ジョー君の人工知能なかったよね。え？ジョー君が誘拐犯側とかないよね？え、大丈夫だよね？ジョー君が、万が一、奥が一、誘拐犯側だったとしたら、生きてる可能性がまだあるって思うと、ちょっとそういう方向でも考えていきたいんだけど、いや、確かにね、私自分の実況をちょっと見返してたんですけど、パート1の時に、ジョー君が、また明日なって言って、お家に帰ったはずなんだけど、サラちゃんが、その動揺して部屋出てきた時に、なんでかサラちゃんの家にいたんだよな、ジョー君。なんで戻ってきたって感じなんだけど、それすごい気になってんだよね。なんでジョー君、家に戻ってきたんだろうって。なんか、俺が警察に電話をするから、お前はとりあえず落ち着けって言って、サラちゃんに電話をさせずに、なんか、誘導した説ももしかしてあんのかなって、今この、ガシューの一言を聞いてちょっと脳裏にその考えがよぎったんですけど。いや、まさか！いや、でもジョー君生きてたら超嬉しいけどな。生きててくれよ！敵側でもいいから生きててほしいな。これはちょっと、ただの現実逃避になってしまうかな。どうなんだろうな。さて、どうするか。もう一度一階へ。ノエルのチップを回収するべき。うん、こっちかな。そうだ。今のうちにノエルのチップを回収するべきです。銀のことは、いいのかい？いや、行きたいよ、もちろん。でも銀くん、いや、どうし、いや、銀くんの方行くか？もちろん心配です。でも、銀は、もうただの子供じゃありません。銀くんに対しても心配の、ね、気持ちだけじゃなくて、信頼の気持ちもちゃんと持ってるってことだね、サラちゃんは。いや、いい関係になってきてると思うよ。きっと、逃げてここへ戻ってきます。そのためにも、おまわりさんたちは脱出の方法を掴んでおくべき、か。それが信じるってことかも、ね。行きましょう、嘘の前。いやでも、あれかな、なおちゃんがチップ取ってそうな気がするな、なんか。え、じゃあ行きますかね。ちょっと一回セーブします。一応景品交換所に行くと、あ、でもいないんだ。ここで調べられるのはないから、ロビー行きます。あ、いっぱいいる人、うわ、ガシューいる。おー、やれそうだね、いろいろ。てか、レコさん大丈夫かい？さっきモニタールーム見たとき、こう、座り込んでたけども。まずじゃあ、ちょっとガシューかな。二人きりで過ごすというのも、また選択でございます。ああ、そうだね。ガシューからは、何もわからない。心を感じるには、共に過ごした時間が必要だ。そっか、ダメか。オッケー。よう、二人とも、何急いでんだ？もう感情死んでる。デート。てめえ、サラから離れろ。ああ、ちゃんと怒ってはくれるんだ。冗談言ってる場合じゃない。ああ、元気なくてもちゃんとサラちゃんが危険だって思ったら、レコさんは助けてくれるんだな。
いやー、もうレコさんのことめちゃくちゃ好きだ、もう。レコさんは、落ち着いている。うん。普通だね。そっか。まあ、落ち着きすぎてちょっと大丈夫かって感じはするんだけどね。さて、まあ、長い階段行くしかないかな。お、ハンナキいるね。どうも。あ、お二人とも、どちらへ？ちょっと嘘をつきたくなったから、嘘の前。あ、ダメです！今ちょっと、立ち入り禁止でして。待ってくれ、ハンナキ。勝手にそんなの。ですが、これ以上遺体を放置するのは、供養しないと。うん。仕方ない。後にしよう、サラちゃん。わかりました。そっか。ハンナキーからはまだ何もわからない。そうだね。関わった時間が多くないと、勘も働かないでしょ。いけないんだね。ああ、サラさん。ちょっと今、そのまま立ち入り禁止なんです。今は回収するのは難しそうだね。ああ、間違った。セーブしようか、じゃあついでに。あれ？ちょっと待って。あ、なんでファイル消えてんの？あ、なんかめっちゃファイル消えてる。どういうことだってばよ。まあまあいいけどさ。まあこのデータがありゃいいけどさ。ちょっと怖い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 。何これ何これ。ちょっと。どういうこと？まあ、でも、まあ、いいでしょう。よかった。二章前編のやつ、ちゃんといろんなルート見といて。怖すぎ。じゃあ、どうする？あれ、いなくなってるね。しかもガシューも。誰だ？あ、サラさん。ソウ君かな？あ、サラさん。やっぱりね。いいところにいたね。ソウさん？嫌そうな顔しないでよ。ちょっと話がしたいと思ってたんだ。何ですか？何ですか？あれ、素直に聞いてくれるんだね。真面目に話してください。そうぜよ。時間がないぜ、そう。ありがとうございます、サラさん。わあ、この三人一緒にいるな。作戦会議したんかな、やっぱり。九太郎さん、カンナ。三人で行動してたのか。うわ、なんか、ちょっと面白くない？この三人並んでる立ち絵。なんだろう、こう、悪役みたい。じゃあ話聞いていく？うん。ニット帽の野郎、カンナを連れてどうするつもりだ。レコさんはソウさんを警戒している。オーラを感じるね。まあ他の三人も見ておこうか。カンナとキュー太郎さんはなんだか嬉しそうだ。ソウさんからは何も読み取れない。やれやれ。食えない相手だ。ああ、そうね。なんで嬉しそうなの？二人とも。話聞こう。大事な話。聞いてくれる？ちょっと他の、嫌われちゃったな。一体何を企んでるんだろう？ちょっと違う。二人の話聞きたいだけ。ダメなんだ。三人の誰クリックしても、あれ、ソウさんからしか話聞けないのか。オッケーオッケー。ありがとう、サラさん。それで要件なんだけど。その、仲直り、したいんだ。仲直り？する、しない、意味がわからない。ずっと仲良しです。これはもう大嘘すぎるな。する、しない、意味がわからない。ずっと仲良しです。いやー、これもうシンプルに意味がわからないよ。操作の意図が読めません。どういうことですか？意味がわかりませんよ。そもそも喧嘩してましたっけ？私たち。あれ？僕たち結構いがみ合ってたでしょ？でも気づいたんだ。このままじゃいけないってね。だって、僕たちの本当の敵って、誘拐犯じゃないか。そうですね。もうこんなふざけたデスゲームは終わりにしたい。僕は脱出したいんだ。もちろん、全員で。本当か？感動的な話だね。
僕は本気です、刑事さん。だから、このパソコンをみんなで共有しない?君たちから奪った僕も悪かったよ。でも、結局パスワードが変わってて、中身が見れなかったんだ。そういうことか。サラちゃんの協力を仰がないと、デスゲームの真相もわからないって思ったから、もう仲直りするしかないね、僕たちってことか?だからパスワードを知っている私たちと手を組む気になったんですね。あれ?パスワード知ってたんだ。あ、サラちゃん!駆け引きはやめよう。時間がない。こっちにはパスワード、そうにはパソコン。仲直りってのはつまり、共有だ。僕は本当に仲直りしたいだけなんだけどな。いや、本当かな。ちょっとうさんくさいんだよね、やっぱりソウさんって。まあいいや。それじゃあ一応、仲直りの印に。握手しようよ、サラさん。いい笑顔だな。これは本当に仲直りしたいんだろうな、ソウさん。そっか。じゃあ、仲直りすっか、ソウさん。ぎゅー握手しよう。はい。うわあ、怖い。怖すぎるのよ。あんた人格2個あるだろう。ソウさんの面の皮熱いけどね、サラちゃんには見え見えなのよ、その本性。なんだ、今のは。ほら、カンナもサラさんと仲直りしなよ。カンナ。いや、カンナちゃんとは握手するよ。ほら、手を出して。カンナの小さい手を優しく包んだ。カンナは、何度も、サラさんを裏切って。やめてくれ、カンナ。私たちは、仲間だ。サラさん。俺は、はいよ。あ、お前さんか。まあ、ありがとうよ。よ、見てたぜ。サラ、カンナ。レコさん。何があったかわかんねえけど、わだかまりがなくなったなら、よかったな。はい。レコさんも一緒に見ませんか?カイさんのパソコン。いいのか?もちろん。それじゃあ、つけるよ。おお、パソコン画面。おお、開けたな。この中に、脱出に使える手がかりがあれば。まあ、探すしかないね。多分これなんだろうけど、あ、これかこれなんだろうけど、他のとこから見ていくか?うわぁ怖い!サラさんの好みと名前のついたファイルだ。サラさんの好きなもの、そうなのかい?ちょっと。カイさん、ちょっとさ、ユーモアあるよね。あんなさ、すごい澄ました顔しといて。読もう。これは、カイさんが自身で作成したファイルなのか。サラさんの大好きなもの、かっこ甘いもの部門。いちごジャム、かっこジャム全般。栗きんとん、こしあんトースト。あ、当たっている。ペーストばっかりだな。一口メモ。サラさんは偏食なくよく食べる。特に甘いものが好き。また一歩、サラさんを理解できて嬉しい。以降もずらずらと書かれている。そうなのかい?ガイのやつ、サラのストーカーだったぜよ。今思えば、食卓にいつもペースト的なものが並んでたな。なるほど。エッチなファイルと名前のついたファイル、何だって?カイさんもそういうの見るんですか?おい、やめとけって、そんなもん。私だって気が乗りませんが。画像ファイルじゃないね、それ。え?私は恐る恐るファイルを開いた。中には全く理解できない記号や文字列だらけの文章が延々と書かれていた。さっぱりだね。
カイの趣味は信じがたいよ。この記号や暗号がエッチだと感じているってことかな、カイさん。そうか、いい趣味してると思いますよ。そういうのに興奮する人だっていてもおかしくないからね。うん、そういうオタクだっているよ。これってなんつうかプログラミングとかいうやつなのか。こんなの私たちには解読できない。そうね、これはサラさんへと名前のついたファイル。ほう、読みましょう。サラさんへ。こんにちは、サラさん。私はカイです。こんな事件に巻き込んでしまって、本当に申し訳ないです。これ、このデスゲーム中に書かれた文書だ。サラさん、もしあなたがこれを読んでいるのなら、お伝えしたいことがあります。私、佐藤カイは、とある悪い組織に所属するエージェントでした。それも、殺し屋として教育されていました。はあ、殺し屋だったんだ。殺し屋！しかし、幼き日に下された暗殺指令を私は遂行できなかった。人を殺めることができなかったのです。父には失望され、組織での立場は弱いものでした。そんなある日、とある仕事を任命されました。それがあなたを影から護衛、保護する任務です。と言っても、初めは重要視されている仕事ではありませんでした。デスゲームの開催、これが現実味を帯びてくるまでは。デスゲームの目的は私にもわかりません。ただ、これは私の印象なのですが、サラさん、あなたを中心に全てが動いている可能性があります。もちろん私はサラさんがただの被害者であることを信じております。ただ、組織はあなたを必要としている。サラちゃんを欲しがっているのか？そして、彼らは手段を選ばない。組織の名前は、アスナロ。優れた科学技術を多方面に持ち合わせている、裏の組織です。アスナロ。アスナロだと！びっくりした。どうしたの？俺が世話になった個人と、同じ名前っつよ。はー、なるほど。だから、九太郎さん利用されてるのか？もしかして。え？じゃあ、その個人も、なんかそういう、デスゲーム目的とかで作られた個人だったってことかな？え？いつからこの組織はあるんだろう？怖すぎるだろう。落ち着きなって、先を読もう。このデスゲームは、娯楽や復讐によるものではありません。組織にとって、避けては通れない使命のようです。父はそう信じていました。ガシューかな？父って、父は、組織に狂わされました。もしかしたら、退治する時が来るかもしれない。その時は、父を、ガシューを、倒してください。ガシュー！やっぱりそうだよね。サラフォルダに調査した資料をまとめました。もし私がすでに死んでいるなら、あなたがお使いください。パスワードは、あなたの母親の名前。何かの力になれれば、と思います。どうか、騙し合い、殺し合いの渦に飲み込まれないで。あなただけでも、生き残ってください。文書はここで終わっている。カイさん、私たちは今、みんなで力を合わせてます。なあ、そう。これでサラの疑いは晴れたんじゃないか？え？お前さん言ってたじゃねえか。サラ会長は、手を組んだ黒幕だとかなんとか。それは、売り言葉に買い言葉だよ。僕もあの時は、冷静じゃなかったんだ。あれ、記憶戻ったことになってんのかな？みんな記憶、ソウさん記憶喪失じゃないですよってことってみんな知れ渡ってる？どういうこと？ごめんね、サラさん。仲直りできて嬉しいよ。あー、なるほど。じゃあ今右半分を見たんですけど、左半分はじゃあ次回に回しましょうかね。時間もいい感じなんで。ご視聴ありがとうございました。サラボルダ多分このね、
鍵ついたこのフォルダなんだろうけど、まずは下の2つ見て、ゴミ箱見て、鍵フォルダ見ようかな。ってことで、また次回、おつぴよでーす。